本日はポイント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台、岩戸台です。この電車、辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。
ようこそ。遅かったね。長い間、君を待ってたよ。この先へ進むなら、ここに署名をして。一応、契約だからね。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。確かに、時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ、始まるよ。誰？この時間にどうして？まさか。待て。明かりが。到着が遅れたようだね。私は霧城満。この寮に住んでいる者だ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから、君と同じだな。竹葉です。なんていうか、趣味っていうか、いや、趣味のわけないや。世の中物騒だからな。ご信用といったところさ。もちろん、弾が出るわけじゃない。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いてるはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？署名？何のこと？ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間ずっと平気だったの？どういう意味って。その様子だと本当に平気みたいだね。ならいいんだ。ごめん、気にしないで。じゃあ私は行くね。さ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。しろって頼まれちゃって、もう出られる？よかった。じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの。モノレール。珍しいでしょ？特にここ、海の上進むみたいな感じで好きなんだ。あ、
学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド、人工島の真ん中にうちの学校があるの。あ、ほら見えてきた。おはよう。おはよう。さ、着いたよ。ここが月光館学園の高等部、よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上、ナビでした。何かわからないこととかある？え？そう、まだクラス分け見てないし。あのさ、昨日の夜そのいろいろ見たでしょ。あれ他の人には言わないでね。じゃあね。生くんよね。2年生で間違いないわよね。うーん、結構転々としてきてんのね。ご両親は10年前。あ、ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国務課主任の鳥海です。よろしくね。おっと、元気ビンビンね。クラス分けもう見た？君は私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。案内するわ、ついてきて。諸君らの新しい一年の始まりにあたり、文筆品品叱るの蓄訓詞という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、ね、ねって、あのさ、今朝竹葉さんと一緒に登校してたのって君だよね。見てたぜ、仲良さげだったじゃん。君ってさ、竹葉さんとどういう知り合い？つうか竹葉さんって彼氏いんの？その辺誰も知らなくてさ。いや、一緒に学校来たっていうから知ってっかなと思ってさ。てか君はどういう関係なわけ？おや、なんか話し声がしましたね。鳥海先生のクラスのあたりですか？ったく
く静かにしてよ。怒られるのは私なんだから。よっ転校生、なんだよそんなマジびっくりした顔すんなって。お、俺か。俺は伊織純平。純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ、転校生っていろいろと一人じゃ分かんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ。お、ゆかりっちじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰かで構わず慣れ慣れしくしてさ、ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。驚いた。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか。てか実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に登校したんだって。詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだっての。てかそもそも噂になるの早すぎ。なんだなそういうの。ちょっといい、あのこととか言ってないよね。ならいいけど、昨日の夜のこと本当言わないでよ。何？昨日の夜って。なんか誤解してない？とにかく彼とは昨日会ったばっかで本当なんでもないの。まったくもう。じゃあ私弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。別に噂なんてどってことないじゃんなあ。ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん転校生、初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ実際。まそんなわけだからこれからよろしくな。おーおー、走ってんな運動部。あ、お前どっか部活入ったりする？新規入部ってことになるからまだもうちょっと後だけどな、入れるの。君か、おかえり。ちょっと出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か？なに心配ない、トレーニングのついでだ。まったく秋彦のやつ、遊びじゃないんだぞ。Thank you.
帰ってきました。なるほど、彼か。いや、こんばんは。私は生月修二、君らの学園の理事長をしているものだ。生月、言いにくいだろ。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると噛みかね。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？なぜって、君を迎えるためさ。なんだかい？あ、竹馬くん、そういえば霧城くんは？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他に質問はあるかい？この寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹馬くんと、それから霧城くん、あと3年生の男子で真田昭彦くんという生徒がいる。一つ仲良くね。他に質問はあるかい？変なもの？何のことだい？多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。他に質問はあるかい？よろしい。じゃあ良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろ、グーグーなんぼなんちゃって。ごめんね。お疲れ様。どうだい、彼の様子は？先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は？まあとりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。はあ、つまんねえ。KJ プレゼンツ The Bay Happy Tuners、来週もまたこの時間にお会いしましょう。バイバイ。この番組は人に永遠の快適時間、霧城エレクトロニクスの提供でお送りしました。0時です。平然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化して、この時間があることすら感じない。じゃあ彼は？見ての通り、彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というかあるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。ようこそベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。こちらはエリザベス、同じくここの住人だ。エリザベスでございます。お見知りおきを。
ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。これをお持ちなさい。またお会いしましょう。学校のやつらとちょっとどっか行くべーってなるとここだな。カラオケとかゲーセンとか、あと CD 見たりとか、あとあれよ、クラブ。ええ、行ったことありませんけどね。君か、おかえり。